皆さんこんにちは。いつも私の動画をご覧いただきありがとうございます。大阪メトロ御堂筋線の中津駅に来ています。大阪メトロ御堂筋線の主要駅のリニューアル工事の光景を撮影して、その情報を皆さんと共有します。どうぞご覧ください。大阪メトロ御堂筋線の中津駅は2017年5月より3年かけたリニューアル工事が2020年3月に完成して、近未来的な駅に生まれ変わりました。大阪メトロでは南北軸の御堂筋線及び東西軸の中央線の主要駅で地下空間の大規模改革が行われています。地下空間の大規模改革は老朽化した駅の壁や天井の剥離や落下等の防止対策など、駅の安全性を確保する工事に合わせて魅力的なデザインや機能を充実させることにより、駅自体が楽しめる空間となる取り組みです。大阪メトロ梅田駅の2番線南側のアーチ天井部には、横40メートル、縦4メートルの LED モニター、梅田メトロビジョンが駅リニューアル工事の一環として2019年に設置されてました。心斎橋駅は5年ほどの期間をかけてリニューアル工事が進められていましたが、2023年4月に完成しました。リニューアル後の駅は開業時の駅のデザインを残し、天井には石目調の建材が使用され、天井が丸みを帯びたアーチ型になっており、高級感が漂うデザインとなっています。続いて動物園前駅のリニューアル工事です。動物園前駅では1969年のリニューアル工事から約55年ぶりのリニューアルが2023年10月に完了しました。今回の動物園前駅のリニューアル工事では、新たに動物タイルを除く窓が設置されることで、森の中で動物たちが見え隠れするような楽しさが演出されています。リニューアル工事が完了した4つの駅の事例をお伝えしましたが、次は現在リニューアル工事が行われている駅を紹介します。まず最初は淀屋橋駅です。2023年12月10日に撮影した映像をご覧ください。御堂筋線淀屋橋駅のリニューアル工事は2023年3月よりスタートしました。施工は銭高組で、2年の期間をかけて大阪・関西万博の開催の2025年4月に完了する予定です。淀屋橋駅のデザインコンセプトはアーチ構造の象徴になります。古くから政治経済の中心地として大阪を支えてきたこのエリアの伝統と格式を、重厚感のある石材やモノトーン基調で表現し、現状のシャンデリアを記憶のモニュメントとして踏襲しつつ、これまでの資産をモダンに再生します。続いては御堂筋線本町駅です。御堂筋線本町駅のデザインコンセプトはインターセクションです。インターセクションとは交差点のことです。南北の大動脈の御堂筋線と東西へ発展する中央線が交差する本町駅では、万博とその先の未来を作ることをコンセプトに高い機能性と象徴性の調和する駅が作られます。最後は御堂筋線天王寺駅に移動しました。この大阪メトロ御堂筋線の天王寺駅は大阪市阿倍野区にあり、単式と島式の2面3線のホームを有する地下駅です。天王寺駅は大阪市南部のターミナル駅として、難波とともに大阪の南玄関としての機能を二分する役割を果たしています。大阪メトロ御堂筋線の天王寺駅からは、大阪メトロ谷町線、 JR 大阪環状線、 JR 阪和線、 JR 大和路線、近鉄南大阪線、阪堺電車の上町線などに乗り換えできます。この天王寺駅ではご覧の通り、大規模なリニューアル工事が現在行われています。仮の天井が設置され、その空間で天井の改修作業が行われています。2023年2月から開始された大規模改修工事は、かなり工事が進んでおり、ところどころで真っ白な新しい天井が姿を現しています。施工は地元大阪に本社がある株式会社奥村組です。奥村組の本社は大阪市阿倍野区松崎町にあり、大阪メトロ御堂筋線の天王寺駅から徒歩約3分のところにあります。工期は2023年2月中旬から2025年3月末までの約2年間であり、大規模なグランドリニューアルとなります。2番線に新大阪駅の天王寺駅始発の電車が留置線より到着しました。ウプ主はこの場所からの天王寺駅の光景がとても好きで、このチャンネルを始めた頃からよく撮影をしていました。2021年6月5日に撮影した映像をご覧ください。吊り下げ型のシャンデリアがとても魅力的で特徴的でした。リニューアル工事でこの吊り下げ型のシャンデリアがなくなってしまったのがとても残念です。2019年8月には御堂筋線梅田駅、心斎橋駅など5駅のデザインが発表され、リニューアル工事が行われました。また2022年には淀屋橋駅、本町駅、大黒町駅、天王寺駅、そして大阪・関西万博のアクセス路線である中央線の大阪港駅、弁天町駅、本町駅、谷町4丁目駅、森の宮駅の9駅のリニューアルデザインが決定され、順次リニューアル工事が行われています。天王寺駅のデザインコンセプトは柱の美、格子の美、光の美です。人が行き交い、鉄道が行き交うターミナル駅を象徴する天井のグリッドと連続する柱の美しさを照明のともりで際立たせ、また照明の当て方や素材感で立体感のある柔らかな空間を目指します。3番線からは中百舌からの美濃岡矢野行きの電車が出発していきました。撮影当日の2024年3月23日に大阪メトロ御堂筋線と相互直通運転を行っている北大阪急行線が美濃岡矢野駅まで無事に延伸開業しました。今撮影しているこの場所は天王寺駅のメイン通路とは違う通路で人通りもありと少なく、また通路の隅の場所になり認知されにくい場所になります。撮影するには絶好の場所です。天王寺駅のリニューアル工事は2025年3月末までの予定で行われています。2015年4月の大阪・関西万博エキスポ2025の開幕を控え、さまざまな方面で準備が行われています。大阪メトロ御堂筋線の主要駅の改修工事の光景を天王寺駅中心に撮影して、その情報を皆さんと共有しました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。またお会いしましょう。